あれお母さんやで、ほら大きなったな、この年になって。えでも33キロしかないですよ。うん、いや、あの幅が出てる。ほらあれちゃん久しぶりやで、あのいい体です。ちょっともう手足もいいし、めっちゃあの消毒みたいに綺麗でしょ、うん、この子キアラそっくりちょっと昔みたいにあのもう筋肉はあまりないんですけど、うん、でもいい体なんで、めっちゃええ体なんですよ。いい、なんかすごい綺麗な犬になる。綺麗綺麗、バーニーズらしい、うん、ほんまにバーニーズ、綺麗な体で、大きさの理想やでしょ。もそうやし、それでもね、歩いとったらね、この間もね、あちっちゃいバーニーズとか、ほんまもうバーニーズ分かってんの。あのバーニーズ分かってんから、大きかったらバーニーズやと思ってるから。おいで、この子が一番ちっちゃい。あ、この子が一番ちっちゃいです、ね、この子が7キロちょっと、うん、この子は7点半ぐらいですね。すごいカラー巻いてんやな、うん、これね、この子もちょっとだけ、あそれはこれぐらい、うん、これぐらいはあれ、うん、この子巻きすぎやわ、もうボーダーコリー、これはもう血統がわかるわ。よしよし、してあげてきた、初めてやな、うん、この子もないねんね、甘い体質、体が全部が緩い、心臓の水が溜まりやすい、もうここが悪い手が、パテラ見たら大丈夫。ああ、まあうちにおったらね、うん、普通のとこに行ったら難しい、変われへんよね、うん、足首が短いんです。けど別に問題ない、問題はあるけど、うん、体重さえ乗せなかったら、うん、ご飯食べるときにあの地べたはダメ、うん、もうこの時からちょっと高さを上げないと、うんうんうん、なるようにやっぱりあの呼吸器が弱いと思う、うん、普通に生活していく分には問題ない。でも後々股関節が悪くなるかも、この子、うん、じゃあほんないつまでだっても子犬みたいにふわふわのふわふわのままやね、うん、尻尾の毛だけがなくなってくるかも。毛質があるんやね、ちょっと待ってこの子オーバーや、あ、オーバーやな、かなりオーバーやね、うん、かなり、あそこまで見てなかった。他の子は綺麗になってるけど接端にもなってないし、うん、アンダーでもないね、うん、大きなったら1センチぐらいは違ってくるかも。ああですね、でも分からへんねん、これあの歯が生え変わって成長段階でどうなるかが、うん、でも顔は大きくなると思うけど、顔大きいね今でも、でもほとんど毛やけど、多分でも仕上がってきてる境にめっちゃは大きくはないと思うけど、うん、この子バサバサボサボサになるんや、そういうのもうこのままの状態の毛、大人になっても。ああそうなんや、うん、ほんで長くなってふわーっとしてくる。